こんにちは、ネモです。パワープラプリやっていきます。今回は、救援 PSR ガチャ券付きガチャいきたいと思います。ということでですね、新しいタイプのガチャが登場しましたねと。このガチャに関しては、なんと、お一人様3回限りではありますが、PSR ガチャ券をおまけとして10連回すたびにもらえますと。いうことで、30連ね、PSR3 枚確定のガチャですね、となっております。今までね、PSR 確定は、まあ、この通常版の話であれば、まあ、3回目にね、まあ、PSR 確定っていうのは何個かあったんですよね。こういう感じでね、PSR 確定の天才の入部届とかね。まあ、こんな感じであったんですけど、まあ、今回はかなり新しいタイプのガチャかなというふうに思います。で、まあ、こっちだと30個、40個、50個で回せて、しかも天才の入部届がね、2枚つくっていうところと、招き猫もつくっていうところで、まあ、結構悩ましいところであるんですけど、まあ、僕的にはまずこれは、さすがに1回は引いとかないとダメかなと。この YouTube 的にね、これ引かなかったらどうすんのお前みたいな感じはあるので、これ引いていこうかなと思います。で、通常キャラしか出ないと思うので、常設キャラしか出ないので、まあ、アスレテース高校キャラもしくは、まあ、相模たちですよね。まあ、あのあたりが出てくれると嬉しいな、という感じでございます。ということで、行きましょう。まあ、そもそも SR 出るかわかんない。なるほど。まあまあ、こんなもんですよね。おまけガチャですからね。ひどい。今のところ収穫ないですね。あ、アンヌの R はまあ、解放に使えるかもしれませんね。はい。なるほど。てかこれアスレテースのキャラ出るんかな、それが心配なんだけど、僕的にはアスレテースのキャラ出んのかな。ちょっと待ってください。95キャラ、あ、出ますね、ちゃんと出ますね。 OK、 じゃあ行きましょう。20連目いきます。ちょっとせめてピンク燃えろ。 OK、 アスレテースキャラ来い。おお、これは嬉しい。めちゃくちゃありがとうございます。これはテンション上がりましたね。もう全然絶対無だろうなって思ってたんで、はい、ということで良かったです。これはめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで次、3回目ですね。特に内容的には変わりません。いきましょう。もう1枚ピンク見たい。参ろ。おお、いいね、楽しませてくれる。はい。まあ、そんなもんですよね。まあ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 、ただ朝髪出たんで、ちょっと解放チャレンジやりたいなと、PSR ガチャ券1枚ぐらい使いましょうか。ちょっとこの PSR ガチャ券は、後々に取っておきたいんですけど、せっかくね、このガチャ券で、このガチャでね、ガチャ券取ったので、まあ1枚ぐらいは引こうかなという感じでございます。で、朝髪ね。あ、そうか、なるほど。朝髪はかなり嬉しいですが。あー、でもどうしましょうかね。これ取っといた方がいいかな。結構、ポンポンって入れて、シューンってなると、だいぶしんどいものがあるので。PR 朝髪。はい。まずここに、これ入れましょう。まあ結構ゆっくりやれば、50目指せないことないと思うんですよね。なので、まあ、朝髪はゆっくりでもいいかなって思っていたりはします。で、移動させーの。ジャベリンとか移動させるか。はい。ということで、この3枚をまず受け取りの。全部受け取れたよね。はい。はい。で、1枚ぐらい行きましょうか。今僕8枚実は持ってるんですよね。これをまあ826とかで使おうかなと思ってるんですけど、まあ今回はね、一発くらいは皆さんも PSR 見たいと思いますし、ここで使いましょう。はい、使えなかった。ちょっとお待ちください。こうかな。はい、戻ってまいりました。ということでね、PSR ガチャ券行きたいと思います。いやでも常設で欲しいのマジでアスリテース高校のキャラか朝髪たちぐらいしかいないっす。他誰かいるから、ちょっと考えつかないですが、まあ1枚ぐらいはいきましょう。
あ、てか10連ガチャとかできなくなったんだ。8連とかできないんですね。1枚ずつしかできないんだ。わー、緊張する。まあこれネタで終わるんでしょうね。いきますか。いやー、気持ちいい。この光景気持ちよすぎる。ちょっと安定してほしいな、マジで。で、楽しみたい。来い！頼む！はい！あー、おー。もふもふですね。昔懐かしい。もふもふが出ました。あ、そうか、そうか。なるほどね。はい。なるほどでしたね。まあ、もふもふくんが出たので。ちょ、しどりみどうしようかな。ちょ、一回ぐらいやりたいんですよね、PSR ミキサー。一回ぐらい、まあ、リンちゃん行くか。リンちゃんも、使い道ないからな、リンちゃん。PSR ミキサー行きます。てか、ミクリア出すぎじゃない？ミクリアめちゃくちゃいるんだけど。あとは、ですね。いやー、むずいな。ちょっと一枚ぐらいは。一枚ぐらいは誰かいるんじゃないかな。使ってないだろうみたいな。使ってないだろうが誰かいるんじゃないかな。でも、しどれみ2枚いるのか。しどれみ、あ、いなかったか。いや、リアとかはどうせ出ないしな。てか、あと2枚入れなきゃいけないのか。あと2枚か。結構むずいな。オクタビアとかも取っておきたいですしね。まあ、レイリーとかは2枚やるからいいかもしれないけど、ちょっと1回は行きましょう、1回は。せっかくこれ4枚で回せるんで。でも、もう、いいか、これで。いや、あと1枚。せっちゃんでいいか。せっちゃん行くか。これを転生させましょう。もふもふからの、もふもふからの転生ということで。お願いします。頼む！来い！ほほほ、先駆け。まあ悪くないんですけどね。先駆けはもう持っているんだよな。はい。まあ、こんなもんですかね。こんなもんですかね。まあ個人的にはもうちょっとこう、おわーとか、この、あはは笑えるなみたいな感じが欲しかったんですけど、こう、どっちとも言えない感じの、まあ、ボフボフ、まあ、無能ではないけど、有能かと言われると難しいなみたいなところと、先駆けもね、まあ、有能にはこう消化したんですけど、先駆けもいるんだよなみたいなところで、まあ残念でしたねという感じでございました。まあこういうガチャね、かなり新しいタイプのガチャが入ってきたりとか、本当にこう今年はね結構動きがあるなという感じております。で、まあそれにねついていけるように僕の方もね一生懸命頑張っていきますので、ぜひぜひ変わらぬおねをよろしくお願いいたします。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。